日本は2011年8月27日から9月4日に大韓民国テグ港域市で行われる第13回世界陸上競技選手権大会に参加した。2011年7月日本陸上競技連盟は選考会の成績をもとに50名の代表選手を発表した。マラソンは2010年11月の 第16回アジア競技大会及び2010の2011年の大会結果により代表選手10名を選出。競歩は2月と4月の日本陸上競技選手権大会の結果により代表選手7名を選出。トラックフィールド、今成は2011年6月の第95回日本陸上競技選手権大会と7月の第19回アジア陸上競技選手権大会の 結果により、代表選手33名を選出した。監督は、高野進、男子首相を村上浩二、女子首相を久保倉里美が務めた。また国際パラリンピック委員会のエキシビジョンに招待された男子 400mT53 の広道順と女子 800mT54 の土田和子が出場した。男子ハンマー投げの室伏広次が優勝を飾り、 日本は、アテネ大会女子マラソンの鈴木博美以来となる7、大会ぶりの金メダルを獲得。女子マラソンの赤羽幸子、男子 20km 競歩の鈴木祐介、男子 50km 競歩の森岡孝一郎、男子マラソンの堀端博之が入賞した。室伏広寺メダル獲得者、入賞者は次の通り。またこの大会の結果による、ロンドンオリンピック日本代表内定者を、 太字で示す。ありがとうございます。